レゾティューシュルイコール・ルイコール・ポール・サントゥアンは、フランス、ノルマンディー地域圏、セーヌ・マリティーム圏のコミューン。1015年と1026年には、デオル・タバスと記された。フランス革命の間、コミューンは一時的に、オッティューシュルル、ポール・デ・サン・キュロットと名付けられた。ルイコール・ポール・サントゥアンとは、この土地の所有者であった、ルーアンのサントゥアン修道院から来ている。運ソ外は、 ノルマン人の言葉で祭壇を意味している。15世紀には小修道院、そして、ボンポール修道院に所属する病院があった。1449年10月17日、ルーアンがシャルル7世に対して降伏したため、ポール・サントゥアンで会議が開かれた。会議に参加したのは、ジャン・ド・デュノワ、ピエール・ド・ブレゼ、ジャン・ニセイ・ジュブネル、デジュル・サン、ギヨーム・クジノ・ド・モントルユであった。 第一次世界大戦中の1914年9月、追わせる側の橋を爆破したドイツ軍の司令官は自動車でレゾキューの村を横切った。参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに住所登録をする者の重複分を除いたもの。それ以降は、当該コミューンの人口統計によるもの。1999年まで、 いス、カジニー、2006年以降 i NSEE。ありがとうございます。